今からエントリーが？たくギリギリだな。二人で出るのか？いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ？だったら私も出る権利あるよね？じゃあお二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ。急げ。眠らない都市ミッドガン。中でもひときわ輝くキラムシ、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今、ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ギャラ。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。完封の日までに打ちのめす。勇者の地平道博士、舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。イス格闘デスマッチコルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。お前たちの控え室はここだ。ああ、あんたたちか。どうしたの？その顔。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたらこの有様さ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえから、さっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。コルネオからの差し入れさ。何でも飲めば立ちどころに元気になるんだと。飲んでおけばこんな結果にならなかったのかもな。
よかったらあんたたちにやるよ。どう？ドロッとしてる。へえ、私は飲まなくていいかな。準備はいいか？せいぜい死なねえようにな。さて、次はなんとカップルでの出場だ。なんたる場違い。しかも初参戦。行きつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。おいおい、デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤、こぼれる姫、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの？はぁ、素人が？人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。ああ、盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか。皆様、まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合、レディーファイすぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。次の試合までしっかり休んでおくんだな。もうおしまいだ。まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。運よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。準備はいいか？無理はしないことだな。
きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル、ふざけんな空気読めよ、クラウド&エアリスの入場です。廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず、アウトローの町から弾かれたアウトロー、皆様お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。お前ら、こいつ、ここで会ったが100年目、ブラビ腹させてもらうに100年100年も経ったか、うるせえ嫌がる、え、何おっと、これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい、ここはルールもよ、闘技場、このネオがいいって言ったらいい、オッケーが出てしまいました。うわ、めちゃくちゃ、だぜに無勢、ここに極まる、大乱闘が予想されます。皆様見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合レディー、ファイト。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、あたしがもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はあ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたら、またお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。
ですね。ねえ。ふん。次、決勝だね。ああ。浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん。でも、ここまで来たらあと一歩。二人で頑張ろう。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。なかなかやるな。もう死んだふりしなくていいのか。お前らマジで強いな。うちに来ねえか。あら、減った。恐れ入ったよ。まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、やあ。まずは小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダム・マム推薦クラウド&エアリスの入場です。当たれ！敵に叩き込む！やっ！危ない！突き崩す！
線を変える。私だって下がってこそ。どう？おとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんたふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん、喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の賭け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てば、さすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。あんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか？もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか？そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エリー。クラウド、こっち見て。
しますわ。地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。
カップルを引き裂く一通の雨。ワンクロワ家の一番にふさわしい荒れ模様です。さあどう切り抜ける。気負いすぎる。はいはい。冷たいよ。よし、よしと。狙いを定める。引き抜きか。
かった。そこにいてくれ。くっ、強固な外壁の片波だ。これはヘルハウスピンチ。ヘルハウスダウン。こうなったら手も足も出ません。こちらのぬいぐるみは闘技場受付のショップにてお買い求めいただけます。数量限定、欲しい方はお早めに。二人の愛を試さんと容赦なくカンクラウド選手ダウン。しょうがないな。俺は厳しい戦いになりそうです。力出ないな。コルネオ杯優勝は人食い屋敷ヘルハウス。クラウド&エアリスチーム、フントムらしくヘルハウスの餌食に。サンキュー&グッバイ。